1998年頃に作られた3つの MDIX ポートと1つの切り替え可能ポートを持つハブ m d i x の 16X ポートと MDI のアップリンクポートが選べるようになっているスイッチングハブミディアム・ディペンデントインターフェースとはコンピュータネットワークにおける物理層の実装から物理的に信号を伝送する物理媒体までのインターフェースの定義である ストレートケーブルによる MDI から MDI、X への接続一般的なイーサネットの系列では、共通して MDI が定義されている。10ベース5の場合、同軸ケーブルへの接続は、バンパイアタップか1体の N 型コネクタで行われた。10ベース2の場合、同軸ケーブルへの接続は通常、T ピースを取り付けた BNC コネクタで行われた。ツイストペアケーブルの場合は、 8P8C モジュラーコネクタが使用される。光ファイバーの場合、メーカーや設置場所のスペースなどに応じて様々なコネクタが使用される。10ベース T と100ベース t x では、双方向通信にツイストペアケーブルが使用される。インサネット用のツイストペアケーブルにはピンが複数、あってそれぞれ異なる機能を持つため、ケーブルの両端でピンの結線があっていないと正しく動作しない。 MDI には2つの異なるピン配置があり、MDI と MDIX と呼ばれる。MDI ポートを MDIX ポートに接続する場合は、ストレートケーブルを使用し、MDI ポート同士、または MDIX ポート同士を接続する場合は、クロスケーブルを使用する必要がある。従来、MDI はエンドデバイスで使用され、MDIX は、 ハブやスイッチで使用されていた。一部のハブやスイッチには、クロスケーブルなしで、他のハブやスイッチに接続するために、MDI と MDIX を切り替え可能なポートがついている。MDI と MDI をクロスケーブルで接続した、AMDI と MDIX という用語は、一般的に、コンピュータや、その他のネットワークデバイス上で、メスの 8P8C ポート同士を、 ツイストペアケーブル上のイーサネットで接続する場合に使われる。X は MDI デバイスの送信ワイヤーを MDI、X デバイスの受信ワイヤーに接続する必要があるということを表す。ストレートケーブルは MDI デバイスのピン1とピン2を MDI、X デバイスのピン1とピン2に接続する。同様にピン3とピン6は MDI デバイスの受信ピンと MDI-X デバイスの送信ピンである。一般的には、ハブ、ブリッジ、スイッチが MDI-X 構成を使用するのに対し、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、ルータなどの他のすべてのノードは MDI を使用する。一部のルータには、アップリンク、ノーマルのスイッチを設け、特定のポートを MDI-MDI-X を切り替える機能を持ったものもある。 一方の送信機を他方の受信機に接続し、またその逆に接続する必要があるため、2つのデバイス間では常に奇数回のクロスオーバーをする必要がある。MDI-X ポートには内部にクロスオーバーがあるため、MDI と MDI-X を接続する場合は、ストレートケーブルを使用する。MDI 同士、または MDI-X 同士を接続する場合は、 クロスオーバー回数を奇数にするためにケーブル内でクロスオーバーしているクロスケーブルを使用する必要がある。同じ種別の2つのポートをイーサネット接続するにはクロスケーブルが必要になる。2種類のケーブルの区別が必要であるという混乱からより自動化されたソリューションの開発が促進された。オート MDIX は必要なケーブル接続タイプを自動的に検出して 適切に接続を設定するので、スイッチを相互接続したり、ピアツーピアで接続したり、するためのクロスケーブルが不要になる。リンクの両端で有効になっている限り、どちらのタイプのケーブルも使用できる。オート MDIX が正しく動作するためには、インターフェースのデータレートとデュプレックス設定をオートに設定する必要がある。オート MDIX は、 ヒューレット・パッカードのエンジニアであるダニエル・ヨゼフ・ダブとブルース・ウィル・メルビンによって開発された。疑似乱数生成器により、ツイストペアケーブルのそれぞれのペアの送信、受信をランダムに切り替えて通信テストをし、通信に成功した時の割り当てで確定する。二つのオート MDI、エクスポートが接続されている場合、アルゴリズムの解決時間は通常500ミリ秒未満である。ただし、 両端で、送受信のタイミングが完全に一致して、モードが確定しなくなるごく稀なケースに対応するために、最大1.4秒の調整期間が設けられている。その後、ダブは 1000VST の規格においてで、オート MDIX を導入し、ポートがオートネゴシエーションしなくてもリンクが自動的に確立されることを可能にする、強制モードオート MDIX のアルゴリズムを開発して、 特許を取得した。これはデバイスに実装されていない場合があるため、特にオートネゴシエーションが無効になっている場合は、オート MDIX と MDIX に接続するときにクロスケーブルが必要になることがある。最近のルータ、ハブ、スイッチでは、10、1 0 0 b p s 接続にオート MDIX を使用してケーブルを接続すると、 自動的に適切な構成に切り替わる。ツイストペアケーブルを介したギガビット高速イーソネットリンクでは双方向の同時連想に4つのケーブルペアすべてを使用する。このため専用の送受信ペアはなく、その結果センスティー通信ではクロスケーブルは必要ない。物理媒体接続服装は各ペアの識別情報を提供し通常 ペアが異常にクロスしているケーブルでも機能し続ける。ありがとうございます。